今ですね、ご紹介いただきましたタイトルに従いまして、20分ほどの限られた時間ですけれども、私がですね、日本社会や、部分的にエジプト社会を見ながらこう考えていることの本当にこう大雑把なですね、ポイントを少し示してみたいと思います。で、皆さんがですね、入場の際にお手元に恐らく持ってると思うんですけども、そこに私のですね、ポイントを記したレジュメがありますので、それに従って話を進めていきます。で、前回そして今回のですね、この合同の会議で宗教とか価値観ということをですね、中心的なテーマにしていきました。で、エジプトではですね、もちろんイスラムが非常に強いですから、そういうことをですね、日常的に考える機会も多いと思うんですけども、日本ではですね、いや宗教とか価値観というよりかはですね、例えば経済とかテクノロジー、そっちの方がですね、やっぱり関心が強くって、いやもうそんなことどうでもいいんじゃないかというのはですね、多分傾向の方が強いと思います。ところが私たちの社会、例えば日本社会がですね、これからどういう方向に向かっていくべきなのかということを考えるときにですね、私たちのこの社会が、成り立ってきたですね、過去のことをやっぱり切り離して考えることはできません。ですから100年とか150年という単位でですね、私たちの歴史を振り返ってみたときには、やっぱり宗教とか価値観というものが私たちの社会を形成するときに果たした役割というのは非常にやっぱ大きいということが見えてきます。で、今日はですね、そういったことを一部、触れながら、じゃあ今後の課題はどうなのかっていうことにまでですね、最後は言及してみたいと思います。で、いずれもですね、ちょっと細かいところまで時間的に話せないんですけども、私がですね、それぞれの、1,2,3 と用意しているんですけども、ポイントの中でいくつか重要な点をですね、強調していきたいと思います。まず初めにということで、このですね、過去を振り返る、未来を見るとかいう前にですね、まず私たちがどういう状況に置かれているのかということを、ここでは憲法改正ということをですね、まずちょっと話題に取り上げてみたいと思います。で、エジプトではですね、先月憲法の新しい憲法の草案が提出されまして、これはね、日本でも広く報道されましたから、多くの方ご存知だと思うんですけども、ムスリム同胞団に、代表される、宗教政党がですね、禁止される可能性が非常に高いということが、分かってきています。これからですね、まだ調整は進みますので、最終的にどうなるか分かりませんけども、この宗教がですね、宗教活動が政治活動に関わるということを比較的ですね、厳格に禁じるような憲法ができるんじゃないかということですね。そして、日本の場合にはですね、同じく憲法改正の議論がかつてないほどに現在高まっています。もちろんこういった議論はですね、もう多かれ少なかれ昔からあったんですけれども、本当にこの何ていうかな、こう変えようとする機運というのはですね、今はですね非常に高いと思いますね。で、特にこのことは集団的自衛権という、日本のセキュリティの問題を中心に進んではおりますけれども、ゆくゆくは憲法9条であるとか、他のですね、条項にも及んでいきます。で、自民党はですね、2012年に日本国憲法改正草案というものを出していまして、その解説とともにですね、それをこうホームページにもアップしていますから、関心ある方はですね、それをご覧になってください。非常に多くの項目で、改正のですね、提案がなされているんですけども、今日ですね、少しだけ取り上げたいのは、その第21条です。これは表現の自由に関わるもので、この前にはですね、信教の自由があるんですけども、基本的には同じものですね。で、ここはですね、集会結社および言論出版その他一切の表現の自由は保障するということで、これは現行の憲法とほとんど変わりません。それに対してですね、第2項をですね、付け加えてるんですね。前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認められないということで、条件がついています。
でこれはですね、解説文によればオウム真理教のようなですね、反社会的な集団が出てきたときに、それをこう止めたりですね、それをこの解体解散させるようなことをするためだという説明がされていますけれども、全体としてこの21条に限らずですね、憲法改正草案の全体の基調としてあるものは、公の秩序をですね、きちんと守りましょうということをですね、強調していることが分かります。自由は結構だけども、きちんとですね、秩序に従ってくださいよというですね、こういう公的な性格を強めています。でこれはですね、こうやっていわゆる条件付きの自由というものをはですね、なんとなくこの、見た覚えがですねあるんですけども、それはどういうところにあるかと言いますと、例えば戦前の憲法、大日本帝国憲法のですね28条、これは信教の自由をですね定めたものですけども、そこにはこうありました。日本臣民は安寧秩序を妨げず、臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有すということです。でこれはですね、日本の歴史の中で信教の自由ということを明文化したですね、画期的な憲法ではあったんですけれども、やっぱり条件付きだったんですね。秩序をですね乱さない限りにおいて、自由をですね、何を信じてもいいんですよということです。ですからこれは一方でですね、自由ということを示していながら、国が定めるですね秩序から少しでも外れてしまうと、やはりこれは制限がかかる、あるいは制限にとどまらずですね、弾圧にですね至る可能性を含むものでありました。ですから結果的に、このですね条文というのは、後にできるですね、治安維持法とともに、宗教弾圧のためのやはり道具として、使われることになったということです。ですから、一方でですね、自由を認めながら、その公的秩序との関係をですねどうしていくか、このことに関して、日本はですね、そういう、決してポジティブなものばかりではない歴史も持っていますし、かなりですね、似たような事情を今日のエジプトもですね、抱えているということです。ですからエジプトと日本、これ全く違うように見えるかもしれませんけれども、自由というものと公の秩序ということをですね、どうやっぱり関係づけていくかということに関してはですね、やっぱり共通の課題を持っているというですね、言い方ができると思います。で、2番目なんですけれども、そもそもですね、なぜ宗教が問題なのかということです。このね、一神教学際研究センターでは、センターの目的自体がですね、一神教研究、宗教研究ですから、それを題材に取り上げるのは当たり前なのかもしれませんけれども、しかし、今日、そしてさらにですね、21世紀の未来社会を考えるときに、やっぱり宗教のですね、要素を全く無視して、世界の秩序とか平和をですね、考えることはできないと思います。でエジプトとですね、日本の例をいくつか考えてみたいんですけども、これは今に始まったことではないんですけれども、多くのですね、西洋諸国は、非西洋世界に対して、宗教の自由がですね、守られているかどうかということはかなりうるさく、言ってきました。これ昔日本も言われてきたんですね。キリスト教に対する迫害がですね、行われていないかどうかということをですね、すごく厳しく言われたわけです。で、皆さんの中にもですね、NHK の大河ドラマの八重の桜をですね、見てる人いるかもしれません。ちょうど今ね、その辺やってるんですね。新島城がですね、アメリカから帰ってきて、1875年に同志社できたんですけども、ドラマの中でですね、もうやっぱ京都 の, まず府知事、そして市民、お寺の人たちがですね、反対するんですね。新島城が、なんとか話聞いてくださいよっていうふうにお寺に行くんだけども、お寺のお坊さんにですね、ボーンと突き飛ばされてですね、もう全然言うこと聞いてくれないみたいなね、そういうシーンが、ありますし、この地域の、ね、人たちがもう八十の学校なんてけしからん、キリスト教の学校なんてけしからんということでですね、もう反対をするんですね。実は同志社ができてからも、この八十を廃、なんていうかな、八十を追い出せっていうですね、同志社に対する反対集会というものがですね、たびたび行われました。ですから、こういう形でですね、日本においてもかつてキリスト教がですね、そういった対象にはなっていたんですけども、アメリカなどからですね、いやそういうキリスト教などのですね、宗教をにやっぱりきちんと自由を与えるような仕組みを作らなければ、
近代国家としては認めることができない。つまり、ビジネス通商上のですね、条約、平等な条約を作る上でも、この信教の自由というものがですね、求められたわけです。ですからこの後で書いてますように、日本にとってですね、憲法に記された信教の自由というものは自分たちにとって大事だから憲法に記しましょうというですね、内発的自発的なものではありませんでした。そうではなくって、外圧とかですね、むしろこのディプロマティックな問題ですね、外交上の必要性の中で信教の自由というものをですね、設定せざるを得なかったというものであったわけです。でエジプトに戻りますと、やはりエジプトもですね、特にアメリカなどからうるさく言われていまして、アメリカはですね、よく世界の警察っていうね言われ方をしますが、なんていうかな、政治とか軍事の面だけじゃなくて宗教の世界に対してもですね、結構目を光らせてるんですね。でこれはアメリカしかできない、お金を持ってるからできるんですけども、国際宗教の自由報告書っていうものがあって、これは世界の各国のですね、宗教事情を非常にこのつぶさに調べた、レポート、毎年のですね、アニュアルレポートがあります。でそこでいくつか問題がある国を取り上げてですね、あなたたち問題がありますよっていうことをこう指摘するんですね。伝統的にずっと取り上げられている国あります。例えばですね、北朝鮮、中国、イランとかですね、こういう国はここに書いてます、問題国、つまりカントリーオブパティキュラーコンサーンというですね、として指名されるんですね。ところが近年ですね、エジプトもこのリストの中に挙げられてきました。これはコプト教会への攻撃がですね、続く中で、これはけしからんということでアメリカがやはり文句をですね、言い始めてるんですけども、これもですね、もちろんその宗教的少数者を大事にしなければならないということはもう言うまでもありませんが、どうしてもね、アメリカ流というかな、西洋の視点から見た批判、非常に一面的な批判の仕方であるということをですね、私などは時々やっぱ感じますけれども、もうちょっとやっぱ丁寧にですね、政治と社会の関係をですね、見ていく必要があるだろうと思います。で日本でもですね、今でこそ多くの人は宗教に対してですね、あまり関心がないかもしれませんが、伊藤博文をはじめ明治の初期の政治家や知識人たちはですね、宗教をですね、どう今後使っていったらいいのか、宗教をですね、どのように社会に位置づけたらいいのかということにですね、非常に頭を悩ませました。でなぜならば、外国にですね、視察に行った時に、例えば西洋社会でキリスト教が果たしている役割の大きさにですね、彼らは驚くんですね。国を統治するですね、原理としてキリスト教がある。じゃあこれから日本がですね、近代国家としてやっていくために自分たちにとっての原理がどこにあるのか、これははっきり見えなかったわけです、その当時には。ですから、日本がですね、近代国家になっていくために、まずその天皇を中心とした、宗教と政治がですね、一体化したような再生一致のですね、国づくりをすることによって、西洋のですね、この圧力にこう負けないような強さをですね、これから作っていこうということで、非常にやっぱり宗教的な、国づくりがですね、なされていきました。 ですから、少しですね、過去を振り返ると、日本はですね、極めて宗教と密接なつながりを持っていることは明らかです。で、次のですね、2番目のところ、ここがですね、宗教が問題になる時のポイントの一つだと思うんですけども、私たちのですね、が忠誠を尽くすべき中心、対象は一体何なのかということです。例えば中世ヨーロッパ社会などであれば、カトリック教会にとってですね、自分たちの、なんていうかな、自分たちが忠義を尽くす、忠誠を尽くすですね、中心はバチカンであったり、それからローマ教皇であってよかったと思うんですよね。つまり宗教的な対象、最終的にはですね、もちろん神です。神にこそですね、忠誠を尽くすということで成り立っていたですね、社会がありました。ところが、近代国家になるとですね、そうはいきません。つまり神とか教皇ではなくって、国家に対してですね、より忠誠を尽くしてもらわないと国家というものが成り立っていきませんので、やはりその近代化とか近代国家の形成の中で、この忠誠のですね、中心がだんだんとこうシフトしていくわけです。もちろんこれは国によってですね、状況は違いますけれども、このですね、問題を
まあ、近代化の中であります。でここで一つだけまあ、比較的分かりやすいですね引用を、しておいたんですけども、これはマーク・ユルゲンスマイヤーというですね人の、まあ、本から取っておきましたが、ちょっと簡単に読んでみたいと思います。世俗的ナショナリズム と、宗教は、まあ、つまりこれナショナリズムというのは国家に対する 忠誠ということですよね。ナショナリズムと宗教は、包括的な道徳秩序の枠組み、すなわちそれに所属する人々に究極的な忠誠を命じる枠組みを与えるという、倫理的な機能を果たす。中略して、ナショナリズムと宗教が持つ殉教と暴力に道徳的許可を与える力ほどに明確に忠誠の共通様式が表れているものは、他のどこにも存在しないということです。これは非常にポイントをですね、鋭くついていると思います。つまり人間普通はですね、死ぬことをですね喜ばないですよ。あなたもう死んでくださいってわけでですね、はい分かりましたっていうふうに喜んでそれを受け入れる人っていないですよね。ところがある状況の中ではその死をですね、喜んで受け入れるような状況が作られる場合があります。これがおそらく、まあ、殉教とかですね、まあ、ということだと思うんですけども、お国のために死ぬ、実際にはですねどう考えているか別にしても、それをですね誇らしげにこう感じたり、あるいはその死をですね美化するということがこれまであったわけですね。で、そうですね、通常ですね私たちが厭う死というものが美化されたり正当化されるようなですねシステム仕組みというものがあるわけです。その典型的なものの一つが愛国心、まあ、ナショナリズムですよね。お国のために死になさい、お国のため戦争でですね戦って死ぬことはたとえ死んだとしてもですねそれは誇らしい死なんですよということでですね、死へと追いやるような仕組みが一つあります。それからもう一つはですね、それに匹敵するものとして挙げられているのが宗教です。尊い価値のために、尊い理想のために、あるいは神のためにあなたの命を捧げることは決して無駄ではないんですよということでですね、その死を簡単にもし正当化してしまうというですね、そのやっぱりこれ問題というのもあります。ですから、どこがですね、どこまで許容され、どこから先がダメなのかっていうね、ボーダーラインを引くことは簡単ではないんですけども、私はですね、ナショナリズムに関しても宗教に関しても、死をですね、美化すること、これに対しては十分にですね、警戒した方がいいだろうというふうにですね、まずは思います。ですから、まあ、この宗教がですね、まあ、なぜ問題になるのか、例えば日本でですね、私たちの国のことを考えますと、1995年にですね、オウム真理教による地下鉄サリン事件がありました。これは死を正当化するんですね。もう腐った人間がですね、死ぬぐらいだったらですね、もう死んだ方がマシだみたいな感じでですね、その社会を浄化するですね、そういった高い理想をですね、オウム真理教の人たちは持っていたと言えるわけなんですけれども、やはりその死を美化してしまうことに対するですね、まあ、問題性というものを私たちはかなり近いところに抱えてるんじゃないかというふうに思います。そして最後ですね、3番目。まあ、ポスト世俗主義時代という認識というところに移っていきたいんですけども、現在のですね、宗教と、まあ、社会をめぐる問題、これはまあ日本ではあまり顕在化していませんけれども、グローバル社会を見渡すとですね、この問題というのは非常にたくさんあります。でこれをですね、例えば中東における例えば民主化の問題、まだですね、かつてはですね、アラブの春というふうに言われましたけれども、今の状況を見ているととても春とは読めないようなですね、状況がやっぱ続いています。で、そこでですね、じゃあ宗教がややこしいから、西洋社会のようにですね、宗教と政治を分けて政教分離すればですね、民主化が進むのかっていうと、そう簡単ではないというふうに私は思うんですよ。ですから、西洋社会はそういったですね、まあ、ある種の押し付けっていうかな、政教分離を入れてですね、もう宗教的な価値観を、むしろ公的な場からプライベートなところに引き寄せてですね、両者を分けなさいというふうに、言いますが、こういうですね、私的公的という分け方、あるいは宗教的世俗的というですね、こういう二分法的な分け方というものは、これは西洋社会の中でですね、作り上げられてきた一つの原則です。ですから西洋社会もですね、こういった政教分離の原則っていうものを一朝一夕にですね、作ったのではありません。100年200年というですね、月日をかけてさまざまな宗教戦争などを経ながらですね、ようやくたどり着いたですね、西洋的な知恵として、もちろんこれは
十分にですね学べばいいとは思うんですけども、同じことをですね他の世界に簡単に適用して問題が解決するわけではないとするならば、むしろ私たちはですねこういった世俗主義、政教分離だけでは問題解決をすることができないポストセキュラーなですね時代にむしろ位置しているんだということをですね具体的に認識することから問題をですね見た方がいいのではないかというふうに、まあ、私は、思います。で、最後のですね、まあ、教訓と課題というところに、行きたいんですけれども、日本の場合ですね、その公の秩序とは何か、これはですね国家を主導として行われました。これが国が定めたルールなんだからということをですね、示されて、結果的にですね国がやっぱり共通善、共通のですね、善というものを示したわけです。で、それはですね、最大多数のですね、多くの人が共有できる、善の考え方であったかもしれませんけれども、結果的にですね、異質なものを排除することにつながりましたし、またその、これが公の秩序だというふうにですね、示すことによって、全体をですね、戦争へと引っ張っていったというですね、そういった経緯もありますので、やはりそのここで考えなければならないのは、そういったですね、過去の経緯があるとするならば、国がですね、一定の役割を果たすことは当然すべきですけれども、国家のみがですね、主導する公共性の形成ではなくてですね、それ以外のもちろんむしろですね市民的な力、あるいはそこにおいて日本のですね宗教がきちんとこの公共性の形成に関わることによって、国家のですね秩序に改修されないような公共性を形成していくこと、これがポストセキュラーなですね時代の課題のまず一つであるというふうに思います。そして、近代的な公共性、つまり国家を主導として作られたですね公共性というものは、結果的にですねさまざまな少数者マイノリティをですね排除することによって、パブリックな空間というものをですね、作ってきました。で、これは多くの犠牲者をやっぱり伴ったんですね。ですからそうならないためにも現代においてはですね、むしろこの他者、知らない人がやってきた時にですね、それは知らないとか無関心でいるのではなくって、むしろどうやってその対話の場とかですね、積極的に持つことによって、偏見やですね、無知からむしろ、その出会いの場をですね作っていくような、そういう社会形成がですね必要であるというふうに思います。それから、現在の日本においてもですね、これはもう明治期から今に至るまでもうずっと繰り返されていることが一つあります。これは、日本と西洋というですね非常に二元論的な対立です。特に 3.11 以降ですね、改めて強調されることが多くなってきましたけれども、西洋的なですね価値観、西洋的な自然観というのはですねもうダメだ、それをですね今までやってきたから結局原発のような問題をですね引き起こしてきたんだということで、これからですねかつて日本が持っていたような価値観に立ち返らなければならないという言い方はよく聞かれます。しかし西洋的な価値観がダメで日本の伝統的な価値観が素晴らしいんだというですね、こういうふうなその分け方ではですねやはりもう限界があるだろうというふうに私は思います。すなわちそういうですね、二元論的な枠組みにはまっている限りですね、そこから非常にその排他的な偏狭なですねナショナリズムがやっぱり生まれてこないとも限らないんですね。これは皆さんもお聞きの通りですね、大きなデモが起こってその中にはですねヘイトスピーチのようなものがですね時折見られます。これまでなかったようなですねこのヘイトスピーチのようなものが日本社会にもですね現れてきていることを考えるならば、やはりその非常に狭い、そして他者をですね排除するようなナショナリズムに陥らないようなですね自分化の語り方、そういう語り方のマナーですね、作法、こういったものをですねやはり養っていく必要があるだろうというふうに思います。はい、では私の話はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。